今週も始まりました。社長どうでしょう。ホストを務めさせていただきますのはシャナナ TV 局長の熊田明範です。30分間よろしくお付き合いください。さて今回は大阪市中央区のスパンキープロダクション株式会社代表取締役の田中浩二社長をお招きしてお話を伺いたいと思います。スパンキープロダクション株式会社さんは漫才をはじめとするお笑いタレント、アーティスト、女優のプロデュース、マネージメント事業を展開されています。今日はそのスパンキープロダクション株式会社の田中社長に登場していただき、このお仕事への思いやその人柄に触れていきたいと思います。それでは CM の後早速ご登場いただきます。社長どうでしょう。スタジオセブンカラーズ、駅近でアクセス超便利な多目的レンタルスタジオ。歌やピアノのレッスン、会議、懇親会などなど、壁一面鏡張り、ピアノ音響設備も常備で様々なご利用に対応。地下鉄御堂筋線西中島南方駅から徒歩30秒、入会金年会費は無料。さらに備え付け設備がなんと0円で利用可能。お問い合わせはこちらまで。ホームページはスタジオセブンカラーズで検索。スタジオセブンカラーズ。本日はスパンキープロダクション株式会社代表取締役の田中浩二社長にお越しいただきました。社長今日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いやー、はい、やっと来れました。はい、ありがとう。テレビにやっと来ていただけました。やっと来ました。聞いてたんですよ、ね、噂を。あ、そうなんですね、はい、すごい面白い番組があると。ほんまですか。はい、うちスパンキープロダクションも偉くなったもんです。ここ呼んでいただけるっていうのは何をおっしゃいます。ありがとうございます。今日よろしくお願いします。いや、今日はやっと来ていただけました。あ、もうやっと呼んでいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。楽しみにしております。よろしくお願いします。さて、スパンキープロダクション株式会社さんという会社のお名前なんですけれども、はいはいはい、お笑いタレントさんを、はい、まあ、主に。そうですね、8割9割はお笑い漫才ですね、はい、以外にも、女優さんですとか。そうですね、女優数名と、はい、あと、まあ、アーティストというか、まあ、音楽をちょっとやってる、ちょっとかじってるような、はいはいはい、子たち、まあ、さまざまあの、はい、マネジメントさせていただいてます。はい、なるほどですね。まあ、でも基本はお笑いですね。あ、なるほど、はい、もう 9割って今おっしゃった。もう9割ですね。あ、そうですね、ほぼ9割ですね。はい、視聴者の方でマネジメントってちょっとよくお分かりにならない方もいらっしゃるかと思うんですけれども、はいはい、基本的にはどういったお仕事になるんでしょうか。まあまあ、そのお笑いタレントだったり、はい、女優さんだったりを、はいはい、ある放送局に仕事をキャスティングしたり。なるほど。イベントありますよね、はい、とか、コマーシャルだったり、はい、まあ、それの、上がりをしょっぴいてる仕事ですね。さすがお笑いの会社の社長さんだけあって。いえいえいえ、ね、ありがたく間を抜かせていただいてるという。はい、まあ、そおっしゃる通りで。そうです、そうです。みんなご機嫌に仕事していくというね。なるほどです、はい、つまり、まあ、そういったタレントさんがたくさん所属をされているというふうな、はい、そうですね、おかげさまで、少しずつですけども増えてまいりまして。あ、なるほどです、はいはい、頑張らせていただいてます。今ちなみに、タレントさんが何組いらっしゃるんですか。すべて入れてだいたい45、6組にはなりますね。45、6組ということはコンビやグループも考える。そうですね、人数でいうと100人、100人まではいかないですけども、そうですね、まあ、60人強ぐらいにはなってるんじゃないですかね。そんなにいらっしゃるんですね。そうですね、ありがたいことですね、なるほど、来ていただけるっていうことは。あ、はい、なるほどです。そういった、お笑いのタレントさん、はい、ミュージシャンの方、はい、それから女優の方を、はい、まあ、お仕事をマネージメントされたりっていうようなことが、はい、まあ、プロデュースしたりプロデュースされたりというお仕事、はい、ということなんですね、はい、ありがとうございます。そもそも、はい、このお仕事を、はいはいはい、始められたきっかけというか。そうですね、始めた どうしたらそんなことができるんですかっていうところが。これどうしたらなんでしょうね。もともとはですね、僕、はい、全然反対にあるのかな、はい、料理人になりたかったんですよね。料理人ですか。そうなんです、いわゆるシェフと呼ばれる、はい、板前さん、和食じゃなくて、はい、洋食系の料理人になりたかったんですね。そうなんですね。全然興味なくて、で、まあ、卒業後実は神戸の某ホテルに
就職はしたんですよ。ただそれは調理人っていうか見習いでまだ何もできないので、まあいいや、まあ、皿洗いばっかりしてるような話ですけど。あ、なるほどです、はい、最初の修行の期間がスタートっていうことですね。そうですね、全然だからこの仕事とは関係ないところから。でその後、前職になり、前職、前社になりますけど、はい、そちらのある募集があったんですね、はいはいはい、マネージャー募集みたいな。あ、なるほど、マネージャー募集。そこでじゃあ人生初、その、そうですね、で芸能というか。そうですね、私だから今も、まあ、若干そうですけど、はい、その当時芸能界みたいなチャラチャラ した仕事を、はい、してる人なんてアホやみたいな、いわゆる職人になりたかった人間ですから。そうか、頑固一徹。そうですよね、あ、もう腕一本で食っていくんやみたいな方々の世界じゃないですか。はい、そうですよね。で、まあ、人とそんなに接しなくてもいいだろうみたいな、だから全く興味のない仕事だったんですけど、なんでしょうね、魔が差したんでしょうね応募してしまって応募してしまって、なんか目に入ったんですね。そうですね、あの結構今から考えると、はい、有名なお笑いの大御所の方がいっぱいいらっしゃった事務所だったんですけども、興味ないですから、はいはいはい、知らなかったんですよ、ほとんど。あ、その会社自体を。会社もそうです、ご存じなくて、その大御所のお偉い有名な方すらもう あんまり知らなかった。そのタレントさん、所属のタレントさん自身も知らん、はい、そこにポンと入り込んで、うん、はい、じゃあ人が足りなかったんでしょうね、まあ、たまたま受かってしまって、はい、でなんかずる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 今に至るみたいなことですね。え、じゃあもう最初のもうこの世界に入られた時っていうのは、はい、もうなんか思いつきに近いというか。あ、そうですね、思いつきというか、さっき言ったように魔が差した。いや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 本当にそうです、思いつきですね、あの、うん、興味だったんでしょうね。あ、なるほど、正反対のところにあるんで。そうか、全く逆に一回振ってみようみたいなのがあったんですか。あの人嫌い嫌いって言ってる女の人が、いつの間にかその人と結婚してるってありますよね多分正反対にあるんだと思うんですね。すごい例えですね、はい、なるほど。嫌いなんだからどんなんか見てみたかったのかもしれないです。あ、なるほどです、はい、じゃあ意外と続いてしまって、はい、はい、入られてもうこの方の担当みたいな形で。そうですそうですそうです。あ、なるほどです。でその方がまあすごい忙しかった時代の方なので、はい、はい、もう勝手に覚えるんですよね、そういうのって。なるほどですね。だからまあ恵まれたのは恵まれたんでしょうね。うん、まあ、当然あのお笑いのタレントさん。あ、そうですそうです、漫才コンビの方なんですけど。なるほど、はい、この名前はちょっと出せない。あ、いや全然大丈夫、あの、あ、海原沙織しおりさんっていう女性漫才コンビに、まあ、使わせていただいて、ですから、まあ、今だったら働き方改革でアウトですけど、はい、何年も休みなかったですね。あ、そうですか、はい、もうでもそれは多分楽しかったから大丈夫だったんでしょうね。今だったらアウトですね。あ、まあ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 もうね、労基が入って大変っていう感じですけれども、 そうですね、その後社長に就任されたんですよね。そうなんですよ、そうなんです。先ほども申し上げましたけど、あの、はい、その社長優秀な、まあ、先見る方、見れる方だったので、はい、まあ、その社長がちょっと体調崩されて、あのこの先ちょっとわからないよみたいな話、はい、あの自分がやっていくかどうか、はい、で、社長誰かに任せたいんだという話になって、でその社長がそのこれからの時代、うん、そのいわゆる年功序列的なものじゃなくて、はい、若い者が前面に立って、でキャリアのある者がバックアップするっていう形の方がいいっていうことで、でその会社の中で一番若いの誰や誰や、あ、お前、で一番若い方を社長にになったんですよね。普通の仕事じゃないじゃないですか、はい、普通の仕事だと、ね、あの株主さんだったりなんかが、まあ、はい、OK すればいいんでしょうけども、うん、人間扱ってるので、芸人さん扱ってるので、うん、いや田中が社長だと嫌ですっていう方もしかしたらいるかもしれないんですよね。でもすごく理解のある師匠方だったので、あ、いいじゃないか、頑張れ頑張れみたいなことで社長に就かせていただいたんですけど、すごい熱い世界ですね、はい、そうですね、ありがたいですね、今から考えると。師匠連中が入社されて何年目ぐらいの、12年目ですね、ちょうど12年目、はい、で社長になられて、はい、で、その後、社長を何年か続けられてから、はい、そこで、10年ほど、はい、いろんなことを勉強させていただきながら社長をさせていただいて、うん、で、まあ、10年経った時に、はい、もうちょっと一旦
切りをつけようかなと、はい、そのいろいろさせていただいている中で、はい、あ、自分がこのままここの社長をしてても、多分売上だったりそういういろんな成績もこれ多分もう一番天に来ているのかなって、伸びないだろうと、なるほど、で会社的にも一回変えた方がいいのかなっていうようないろんな社内的な事情も僕の中で感じるものがあって、なるほど、で、辞めさせてもらえないかなみたいなことで、それは社長の判断として社長を退かれたということなんですね。そうですね、はい、はあ、なるほど。特に何をしたかったわけじゃなくて、はい、もうちょうど10年っていうのはなんかもういい切りなのかな。なるほど。で、まあ、年齢的にもちょうどその頃、はい、まあ、今後何かするとしても、辞めるにしても何するにしても、まあ、最後の年齢ぐらいかなみたいな年だったんですね。なるほどです、はい、だからいろんなことが要素が重なって、あ、もう一旦ここの社長は雇われで社長だったので、そこは、はい、オーナーさんいらっしゃるので、だから、まあ、会社が潰れるわけじゃないのでね。なるほどです、はい、だから一旦ちょっとここでけじめ一回させてくださいと。そうなんですね、はい、そこからすぐ起業というわけではなかった。ないですねって言いながら、1ヶ月ですけどね、2ヶ月ぐらいですけどね。なるほど。本当に何も考えずに辞めたので、はい、1ヶ月その頃すごく大事にしてた白い犬の紀州犬のワンコと1ヶ月ひたすら遊んでて、はい、あ、めっちゃ素敵ですね、はい、今から考えたら一番いい時間ですね。はい、で、その1ヶ月の間に実はその前の会社にいた子たちが、はい、いや実は僕たちももう辞めますみたいなことで、はい、で、田中お前どうするんだみたいなことで、僕たちをどうしてくれるんですかみたいな、はい、でいや知らんやん勝手に辞めたしみたいな話なんですけど、社長別に誰かを一緒に連れて行こうとかで当然なく、もちろんそれ引っ張ったりするとやっぱりね、揉めることじゃないですか。ですからそういったことは一応基本的には何もせずにしたんですけど、まあ、いや僕を慕ってくれてる子たちもいたので、その子たちがじゃあ僕たちも一回けじめつけますみたいなので辞めてしまったんですね。なるほどですね。その子たちが新しく作らないんですか作らないんですかみたいな話で、でもある意味仕方なくみたいなところありますよね。なるほどです。じゃあそこまで慕ってくれてるんだったら一回チャレンジしてみようかみたいな、はい、でそこからいよいよじゃあそうですね、今のスパンキープロダクションを立ち上げということで、そうですね、はい、ですから本当にすごいなんか夢を持って作ったとかじゃなくて、じゃあチャレンジしてみるみたいなところからスタートですね。なるほどですね、はい、その立ち上げ当初のメンバーというのが、まあ、まあ名前言ってもなかなか一般の方は分からないと思うんですけど、はい、飛行機雲とかっていう漫才コンビの子が一番、はい、まあまあ一番熱く来てた子と、 あとアイドルグループの女の子たちを、はい、3人組を持ってたんですけども、はい、まあ、それとあと、まあ、世間の方で分かるといえば、あの月亭課長師匠でございますか、落語家の話か、いやそれはもうの師匠も他界されましたけども、はい、師匠ですよが、はい、僕が前の会社を辞めるっていう挨拶をさせてもらった時に、はい、じゃあわしも辞めなあきまへんなみたいなことをおっしゃって、いや、そういうことじゃないんですよ、僕はもう辞めさせていただくので師匠はそのままそちらでお願いしますって、はい、いやいやもうわしも辞めますぜみたいな話で、でその場をまあまあお茶飲みながら喋ってたんですけど、離れて、もう数時間後に電話かかってきて、もう電話一本で辞めましたねみたいな話で、いやそれ困ります、みたいな話だったんですけども、もうわしそっち行きますからみたいな話で、すっごい人情の熱い方なんです、ね、ありがたいようなありがたくないような話だったんですけども、はい、ですから総勢 5組で、はいはい、始めましたけども、まあ、世間の方が分かるのは月亭課長師匠だけだったですね。ああ、それはもう本当全国的にね、まあ問題児ですね。問題、いや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 問題児、はい、いろいろ問題児師匠ですから、はい、一緒でしたけどもね。なるほどですね、はい、じゃあそこから、そのスパンキープロダクションとして、はい、そういったお笑いの方たちを扱って、そうです、まあ、一応お笑いがメインではあるんですけども、はい、その時その3人の女の子のグループがいて、はいはい、で一応こういう世界なので、僕の中で、まあ、なんでしょうね、筋立てっていうのか筋を通すっていうのかな、なるほど、お笑いをちょっとだけやめとこうっていう風にしたんですね。ちょっと、でちょうどこっち音楽をやってる子たちだったので、
しばらくちょっとこちらで頑張らせてもらおうかなっていう、お笑いでついてきた子たちには悪いんですけども、あ、なるほどです、なるほどです。いきなりバンバンやり始めると、あ、やはり角を立つこともあるでしょうし、そちらの方でちょっと一生懸命させていただいて、なるほどです、ね、3年ほどですかね、お笑いよりはそっちの音楽の方を重視してやってましたね。実はその頃、ね、はい、お会いしてるんです、局長に、そうなんです、とあるライブハウスで名刺交換をさせていただいてたっていうのが、今日お会いして、シャナナ TV さんってそうなんです、局長だったんだ、その時にその、今おっしゃってるミルクさん、そうです、ミルクっていう、はい、ダンスボーカルグループのアイドル系の子がいたんですけども、はい、まあ、その子たちを通じて局長と、実はお会いしてたんですね。お会いしてたんですね。もっと早くに知ってたら、もっと早くに挨拶に来たんですけど。いやいやいや、もうこちらこそ最近もご挨拶が遅れまして。いやいや、まさかと思いました。ね、本当にびっくりでしたんですけど。縁って怖いですね。ね、悪いことしないようにします。そしてその、まあ、3年ぐらい。3年、はい。で、4年目ぐらいから、はい、もうそろそろ、いいのかなって自分の中で、で動き出したら、まあ、お笑いの方にちょっと力を寄せ始めたら、ありがたいことに、スパンキープロダクションで頑張りたいですみたいなお笑いの子たちがちょっとずつ集まってきだしまして、なるほどですね、で、あ、流れ的にやっぱりお笑いが肌合ってるんだなみたいなところで、そこからはもう完全にお笑いがメインですね。なるほど、はい、そうだったんですね。そうですね、もう今本当に毎週のようにライブを、そうですね、今、毎週木曜日金曜日が大阪の道頓堀にあるザザっていう、ザザあるんですけども、はい、そういう劇場があるんですが、はい、そこで毎週木曜金曜日はうちどもでずっと公演を歌わせてもらってて、 あと第1土曜日もそちらでさせてもらってて、はい、第1水曜日は東京の方で、はい、東京のプロダクションさんの力も借りながら、はい、東京でも公演を出してもらってます。なるほどです、はい、でそう大阪でもこう毎週ってかなりの分量だと思うんですけど、そうですね、なかなか、ね、みんな頑張ってくれてると思いますね。すごいですね。でそれをやりながら、はい、今実は東京進出も、そうですね、この6月からなるんですけども、はい、東京事務所をオープンして、あ、東京でもスパンキープロダクションで頑張っていこう、もっと盛り上げていこうっていうふうには、今本当にまた一からの立ち上げみたいな形ですね。あ、なるほどですね、はい、ということはもう向こうでもタレントさんはもうすでに、そうですね、の方とか数組もう決まっておりますし、今また6月にもオーディションがあるので、あ、そうなんですね、はい、そこに、そこで見せていただいて、いい感じの方と一緒に仕事がしていければなとは思ってるんですが、なるほどですね、はい、ぜひ両方ともお力添えお願いいたします。いやいや、これからもますます楽しみですね。ね、頑張らないといけないですね。スパンキープロダクションさんのタレントさんの、はい、ライブを見たいと思ったら、はい、どちらで情報って取れるんでしょうか。弊社の方のスパンキープロダクションのホームページご覧いただければ、はい、公演情報も出てますし、もしくはザザさんの方にも出てますし、わ、はい、かりました、ちょっとじゃあ情報こちらの方に、あ、そうです、こちらの方にお願いします。はい、見ていただければぜひご来場ください、お願いします。はい、はい、ありがとうございます、はい、じゃあここで一旦 CM の方入らせていただきたいと思います。はい、本日はスパンキープロダクション株式会社の田中浩二社長にお越しいただいております。社長、引き続きどうぞよろしくお願いします。こちらよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。引き続きまして、ここからはですね、はい、社長がお仕事をされる上で大切にされているポイント、はいはいはい、仕事の流儀を、わー、お聞きしたいな、また大きな話が来ましたね、これ、はい、思って流儀ですか、はい、はは、お聞かせいただきたいなと思っているんですけど、まあ、流儀というか、はい、まあ、まあ心がけてることですかね、はいはい、実はその会社を作った時にちょっとお披露目パーティーみたいなことをしたんですね。
こんな人がいますよみたいなことを分かってもらいたいのと、なるほどです、まあ、それとあの今までありがとうございました、これからもよろしくねみたいなことがしたかったので、はい、ちょっとじゃ本当にちっちゃなパーティーをしたんですけども、はい、その時にあの、まあ、何らか一応挨拶をさせてもらいますよね。でその時にあの人に優しいプロダクションを目指しますっていうキャッチフレーズをちょっと投げたんですね。人に優しい、あの多分芸能界で一番難しいことだと思うんですよ。ああ、なるほど、まあね、一つでも人を蹴落としてでもみたいな世界なんですけど、うん、でもやっぱり人に優しいプロダクションになりたいなっていうことで、あ、なるほど、そういう約束をしているので、あの、まあ、それをするにはどうしたらいいのかなっていうところで、まず嘘を言わないでおこうと。あ、はい、大事なことですね。ね、難しいですよね。嘘っていっぱい言いたくなるもんですから。そうですよね、こういう仕事してると。うん、でも嘘は言わないでおこうと、まあ、例えばその、うん、お仕事一つにしても、はい、まあ、プロダクションさん、会社さんによっては全てもうタレントを無視してドーンって投げるところもあるでしょうし、嫌な仕事であれ、どういう仕事であれ、ボーンっていうところあるでしょうけども、うん、これはどうなのかなっていう仕事に関しては、ええ、一応相談するようにしてるんですよ。タレントさんご本人、はい、うん、どう思いますかっていうことで、で、もちろん基本的な仕事はこちらが責任を持って受けようとするんですけども、うん、これはどうなんだろうな、この子たちに差し上げた方がいいものなのかな、どうかな、どう感じるだろうなっていうやつには、うん、あの嘘を偽りなくこういう仕事だけどもどう思いますかっていう話は、ちゃんと人として向き合って、そうですね、タレントさんを、そうですね、大切にされてるというか、まあ人に優しく、そうですね、まあ、納得していただいて仕事をする。なるほど。それはもう売れてようが売れてまいが、昨日来た子であれ、あ、ベテランの子であれ、それは同じようにしてるつもりなんですね。なるほどですね。であとはあの言っても、まあ、40組50組ぐらいの事務所ですから、はい、うん、まあ、顔は分かるわけですよ。だからあのあこの子今ちょっと調子悪いかなとか、あれ元気ないかなっていうこともやっぱり分かるんですね、空気感で。だから、そういう子たちだけではないんですけども、できるだけコミュニケーションを取るために、なんか気になった時には事務所に来てもらって、今どうなのみたいな話をできるだけ話を聞いて、できるだけその確信に触れないようなバカげた話を普段からするようにしてます。なるほどですね、はい、こう喋る敷居を下げてあげて、そうですね、うん、あんまり難しいことを聞くとやっぱ相手も構えるじゃないですか、うん、でなくても本当に普通のこういう会話をバランと、うん、いわゆる大阪でいうとこのアホな話をしながら、はい、それじゃやっぱりいろいろ言ってくるんですよね。実は今こういう状況でモチベーション上がってませんとか、はい、うん、頑張れてませんとか、うん、じゃあこうしようかみたいな話をできるだけあのコミュニケーションというよりは会話をするようにしてます。あ、なるほどですね、はい、それは心がけているところですかね。だからそれが流儀といえば流儀です。なるほど、はい、もう人を扱われるならではの、そうでしょうね、優しさというところですね。そうでしょうね、まあ、それが一番必要なんだろうなと思ってるんで。なるほど、はい、ありがとうございます。いえいえ、とんでもないです。そして、はい、次に座右の銘を教えていただきたいんですけど。座右の銘ですか。メジャーな言葉じゃないのかもしれないですけど、はい、小欲知足っていう言葉があるんですよ。小欲知足、はい、少ないに、はい、こちら出しておりますね。あ、出てますね、はい、なんですけども、はい、結構コアなファンがいるようなあれなんですけど、なんかね、小欲はなんとなくイメージわかるんですけど、知足ってこれどういうことですか。まあ、字の通りなんですけども、はい、足るるを知るって書くんですけど、足りてる、あ、足るを知る、はいはい、ですから、まあ、現状今あることを、うん、満足ちゃんとしましょうと。なるほど、はい、ただそれは、うん、満足だけしててもよくないので、少しの欲は持って、あ、さらに人間が成長していくように少しの欲は持ちましょう。あ、でも現状置かれたことをありがたいと思いましょうっていうような言葉なんですけど、それそうですよね。そうですね、なかなかということってできないんですよね。そうなんですよね。人間ってやっぱりもっともっとと思いますし、うん、そうですね、いい環境にいる人ほどなんか足りないような気をする方が多かったりするんだと思うんで、うんうん、なるほどですね。あ、これいい言葉だなと思って、うん、一応自分の中の言葉にはしてるんですけど。なるほどです、はい、それともう一つあるということで。あ、そうなんです、はい、もう一つは、まあ、もっと気楽なお話なんですけど、はい、明日は明日の風が吹くっていう
すごいトライによってはなんかこいついい加減やなと思われるかもしれないんですけども、まあ、毎日毎日いろんなこと起こるじゃないですか、はい、いいこともあるし良くないこともある。うん、その時にいいことがあった時にはあんまりその舞い上がらずに、はい、明日またちゃんと生きていきましょう。うん、で良くないことが起こった時って人間どうしてもくよくよ悩むこともあるでしょうし、落ち込むこともあるんでしょうけども、そういうことはもうくよくよせずに、また明日ちゃんと来るんだから一から頑張ればいいじゃないかって、元気に行こうよっていう言葉だと僕は捉えてるんです。すごいですね。だから小学校4年ぐらいの時から好きな言葉で、これそんなちっちゃい頃に、そうなんです、なんか金銭感来たんでしょうね。あ、なんかそんなちっちゃい子が達観してますよね。いえいえ、 なんかあったんでしょうね。でもそれからずっと好きな言葉なんですよ、それは。あ、なるほどですね、はい。まあ、多分いい加減に生きてるんだと思いますね。でもそれって本当に一日一日にすごいけじめがつけられるというか。あ、ね、うまく言いますね。さすが局長ですね。いやなんか すごくいいなと思ったんですよ。はい、してて、はい、うん、なるほどですね。いやいや、局長うまくいきます、ね、いやいやいや、どうでもないです。はい、で社長、最後にですね、はいはい、視聴者、これからはい、お仕事を始められようとしている人、はいはいはい、それから起業されようとしている人に向けてちょっと一言応援のメッセージを。起業を目指している方ですかね、はい、に向けてですけども、はい、安易に起業するっていうのはやっぱり良くないと思うんですね。誰でも彼でもこれできることではないので、でも考えすぎるのもこれまた良くない。はい、ですから人生ってやっぱり1回しかないので、自分の器の中の範囲でまずチャレンジしてみることが大事なんじゃないかなと思います。はい、まずチャレンジだと思います。ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます、はい、やっぱりその一歩、本当に、ね、そうですね、器っていうものはちゃんとわきまえていても、ね、ちゃんと前に出ていく。そうですね、うん、全然とんでもない大きなことからは人間始めれないですから、うん、なるほどです。自分の中の器で、うん、はい、まずチャレンジすることだと思います。なるほどです。ありがとうございます。偉そうにすいません。いや、もう本当に勉強になりました。とんでもないです。ありがとうございます。本日はスパンキープロダクション株式会社の田中浩二社長にお越しいただきました。社長、今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。